はい、皆さんこんにちは。カタリ読みのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日は多分最後ですよね。おそらく失われた時を探しての時を紡ぐ声ですね。残された謎がここで解けると思ってるんですけど、どうかな。海に落ちちゃった、違うだろうな。それはいいや。さて、ヒストリカ博士、今日は何をブツブツしてるかな。今日の占いは新しい友達ができるかも。手作りのプレゼントを渡すとハートが伝わって緊急。おお、新しい友達ってもしかしてバーラルッチのことじゃないのか。占い？知らん。完結したんだよね。心当たりがある。真相の手がかりを探すのを。おお。真相を知りたいよね。感謝の印に私が手作りした踊るわら人形。おお、手作りってこれか。わら人形でしかも踊っちゃうわけですか。気持ち悪い。ボタンを押すと目が光る。塔のふもとの海岸遺跡で怪しい宝箱を見つけたが、床が崩れていて近づくことができなかった。海岸遺跡の扉の鍵？やばい、どこ行っていいか分かんねえぞ。どこ行くんでしょう。あそこか、結構遠いですね。じゃあ今回は動画切ろうかな。編集しないといけないけどね。あの辺に何かがあるのか。でもしかしたら偽の方から行かなきゃいけないとかっていうのもあるかもしれないな。ちょっと時間かかるけど、その辺やるしかないな。じゃあちょっとね、行ってみますね。もしかしたら偽の方のリンジャハル海岸の海岸遺跡に行くかもしれません。はい、それではですね、海岸遺跡に来ました。真のリンジャハル海岸の方ですね、そっちへ来てみました。で、サポートメンバーといたしまして、天ぷらさん、カブトさん、サラマンダーさんに入ってもらってます。今ここをやったら鍵がかけられてて開けられるってことなので、ちょっと撮影始めてみたんですけど、ここで合ってんのかどうかがね、ちょっと分かりません。なんだ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 。合ってるのかこれで。ここでいいんですかね。固く閉ざされている。じゃあ偽の方に行った方がいいのかな。あそこのなんか宝箱は気になるんですけどね。とりあえずこっから偽に行くっぽいな。ダンジョン深いかなこれ。ちょっとね、撮影時間があんまないんですよね今日。あ、水浸しになってる。ってことはここは降りれないんだね。なるほど。これであれじゃん、宝箱取れんじゃない。ちょっと一回先に宝箱取りましょうね。気になってしょうがないんで。さあ何が出るかな。宝箱は何。あ、これがその宝箱か。これが見つけた宝箱ってやつか。ヒストリカのところに持っていこう。あ、これでいいんだ。
じゃあ、博士のとこに戻りましょうか。この先ちょっと気になるけどね。鍵を使う、あ、これ外出るやつだ、単に。じゃあ博士のところにね、戻ってみたいと思います。それではですね、博士のところ戻ってきたので渡してみたいと思います。いつも同じことだったな、言うのが。あれ、間違えた、そっちじゃないよ。え、指輪？期待してんじゃない？もしかして勘違いだよ。やぶさかではないが、勘違いしてるし、やっぱり。顔真っ赤だって。最上階の祭壇で指輪を使った儀式が行われていた。上の祭壇でこの指輪を使って儀式を行えば何か起こると思わないか。なるほど。指輪をひったくると、息も大変に戻ってきた。早っ。腕の筋肉がプルプルするばかりだった。なるほど、偽の方で捧げればいいんだな。 OK、 多分そうでしょう。じゃあ偽の方で最上階行ってみよう。最上階までカットした方がいいかな。最上階の手前になったらね、つなごうかな。はい、それではですね、最上階来ました。ここでいいと思うんだよね。偽りの忍者の塔の方の最上階に来てみました。さあ、ボス戦だろうな。まあ勝てなかったらね、どうしようかなと思ってます。勝てなかったらリベンジだな。ちょっと回を分けてリベンジになるかもしれないです。まあできれば勝ちたいよね。一応今日でね、やっていこうと思ってます。何の指輪だったんだ。消えちゃったぞ。うわー、誰？つらかった。召喚士リンジャーラだって。お前は本当にいいやつだから、私は私自身の醜い妬みの感情を抑え込まなくてはならなかった。もう限界だった。お前の才能の前で。ああ、妬んでたのか。宝珠と私の召喚術では初めて超えられると思ったんだ。これリンジャーラだったんだ。虫だか種だかそっちかと思ってたぞ。そうだな。やべ、強そうだ。今日で勝てるかな。見た目が強そうだぞ。なんか今キャンセルされたのかな。やべ、
そう。天使の守り入んなかったよね。あやべ、天ぷらさん死んじゃった。それにもよるよね。賢者をね、入れてくればよかったかなと思ったんですけど、賢者がね、取れなかったんだな。どうもね、フレンクさんで賢者がね、少ないみたいでして、賢者がね、なかなか取れないんですよね。なんか、ああ、もうすぐ下っちゃった。出発するかかったから。なんか何も得してないよね。あ、やべえ。したらいいかな。きついぞ。あらしますかね。なんかいっぱい召喚されてんだけど全然倒せてなくないか。あ、おじさん死んじゃったわさ。僧侶2人体制でよかったって感じだけど、これ時間かかんじゃないか、もしかして。初めて使ったような気がするんだけど、マジか。ちょっとこいつに攻撃かけようかな。そしてこっちへ攻撃しないですかね。やべえ、死んじゃった。なってないですね。必死なんですよ。必死なんです。必死なんですけど。ティンはとりあえずまだみんな大丈夫だよね。誰も倒してないっていうのがまずいな。やべやべ、死んじゃった。さん、どこだ。あ、死ぬ死ぬわ。これかかってないもんね、あれ。終わったな。全滅だわこれ。今のが効いてればな。これちょっと自分があれの方が攻撃系の方がいいかもしんないですね。勝ってね。ちょっと今の僧侶じゃ無理だな。
全然倒せないもんね、敵をね。ということで、教会で復活する。ということですね、本日ちょっと撮影の時間がなくてですね、もうこれで終わるしかない。ということでね、次回になっちゃいますけども、再戦したいと思います。できればね、今日でクリアしたいので、バランスさん、僧侶じゃなくて、ちょっと攻撃系に変えて、やった方がいいかな。ですね。そうしたいと思います。どういう組み合わせでいいかな。組み合わせもちょっと考えて、再戦したいと思います。いやー、待った。参った。なんか今まで戦った敵が出てきたっぽいですね。プラスリンジャーラがいたって感じですかね。ってことはもう一匹出てくるのかな。あれ ?5 回戦ったもんね。わかんねー。まあいいでしょう。とりあえず最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございます。